いらっしゃいます。はい、広畑です。あ、お世話になります。どうぞ。すみません、お願いします。あ、いいですか、すみません。はい、どうも。本日はお邪魔します。はい。よろしくお願いします。妹さんでいらっしゃいますね。そうです、妹で。国尾さんの妹さんで。はい、もう、ご両親はお亡くなりになられて。もう、平成の2年と9年に亡くなりました。はい、で、はい、エレキギターを作られてるという、エレキギターの職人さんですよね。うん、そうですね、日本にいる時から、はい、もうとにかく機械いじりも、好きでしたから。はあ、うん、それでいつ行かれたんですかね、野さんです。ね、20代、22、23じゃないかしら。最初とても苦しかったと思うんですけども、はい、まあ、持ち前のとにかく何でも、やってみようっていう、うん、もう好奇心旺盛な兄でしたのでね。はい、はい、うん、春子さんはロサンゼルスには行かれたことってのは結構ないです。あ、ないんですか。ないです。どういうとこをこう見てみたいですかね、そのロサンゼルスの仕事場は見たことっていうか、実際にね、イメージがあんまり湧かないので、はい、それは見てみたいですね。わかりました。じゃあ早速、はい、見てみたいと思います。ね、じゃあ行きましょう。ロサンゼルスです。グッド。アメリカでオーダーメイドのギター職人として活躍する国尾さんへ家族の思いを届ける旅は、距離にして9200キロ、12時間。カリフォルニア州ロサンゼルス。年中温暖な西海岸にはかつて開拓精神旺盛な人々が自由を求めてアメリカ中から集まってきました。年中温暖。彼らのスピリットを象徴するのがロックンロール。偉大なロックミュージシャンたちがその足跡を数多く残しています。うわ、ユニバーサルスタジオの目の前にある国尾さんのギターショップを訪ねました。あ、ありました。パフォーマンスした。うわ、ええなー、こんな行ってみたいな。パフォーマンス、ね、すいません。はい、すいません、失礼します。どうぞ。あ、おはようございます。須貝さんですか。はい、そうです。あ、リモートさんの方に頼まれまして、どんなお仕事をしてらっしゃるか。あ、そうですか。見に来ました。あ、アメリカにもう長くいますんで初めてアメリカに来たのが1970年の10月です。うわ、須貝邦夫さん63歳。世界にその名を知られたエレキギター職人です。40年前裸一貫でアメリカに渡り、現在の成功をつかみました。これまで数多くのロックスターのオーダーに応え、型破りでセンセーショナルな作品を提供してきました。で、これはまあ、蛇が貼ってあるんで独特の音がいたします。へえ、これぐらいするんですか。いや、これは円換算するとだいたい7、80万円ですね。80万。ヘビーメタルのバンドで活躍してますウォーレン・ディ・マーティーニ、彼のトレードマークです。イーグルスでしょ。イーグルス、ジョー・ブルッシュの、私の尊敬してるギタープレイヤーです。のギターを作ってらっしゃるんですか。ギターも作ってますし、ツアーの前、それからレコーディングの前、全部我々がメンテナンスしております。すごいですね。うちのギターは自動車で例えればレース場に出るレーシングギターです。取り付けてるパーツのアップグレードされたもの、作る時の弾きやすさ、バランスの良さ、全てレーシング仕様で作ってます。なるほど。彼が作るのは超一流の世界的なロックスターが愛用するオーダーメイドのカスタムギター。型破りなルックスだけでなく、奏でるサウンドのクオリティも最上級。まさに唯一無二のギターなのです。フランク・ザッパをはじめ数多くの伝説のロックスターたちが何度も国尾さんを訪ねてはギターをオーダーしていったといいます。日本のミュージシャンでは加山雄三もその一人。はい、どうも。はい、どんなヘスモメン、ヤスジャネット・ジャクソンやなんかのバックバンドの人。うちのベース4本から5本使ってくれて。このベーシストはツアー前に楽器の調整にやってきました。シビアなプロの演奏に応える最上級のサウンド。このクリアで突き抜ける音色がアーティストたちを魅了してやまないのです。
ものすごいハイレベルのテクニックでいくんで、それに対応できるやっぱりギターなりベースを作んなしちゃならないんで、そういう我々の技術力っていうのはすごくやっぱり今までやってきてよかったなと。ショップの奥にある工房、ここで彼のギターが作られます。まあ、エレキギターに使われるボデ材はいい材料を使わないとそれだけの音が鳴らないのと、あとで狂いが出ますんで、マイクっていうのはストリングスの振動の音を取るんですけども、その振動の原点っていうのは木の材料ですから、まあ100本中良くて10本悪いと100本中1本もギターに、うちのギターに適ししない材料があるんで。選び抜かれた木材で手作りするオーダーメイドギター。一本を完成させるのに最低でも2ヶ月半以上を費やします。工房で働く職人は全員が日本人。皆邦夫さんに憧れて日本からやってきた職人歴10年、20年を数える熟練者ばかりです。日本人の繊細で正確な技術がなければロックスターのハイレベルなオーダーに応えられないのです。職人が日本人なら機械も日本製。さらに驚くべきことには、これはですね、私が作りましたフレットのね、溝を切る機械です。あの、今溝が入ってません。フレットの溝をこれで切ります。なんとギターのネックに切り込みを入れるこの機械は邦夫さんのオリジナル。極限まで正確なパーツを生み出すために研究を重ねて自分で作りました。すごい。はい、切れました。一気に。はあ、いっぺんできんねん。これは私の考えた機械です。演奏者の体に当たる部分を削り出す機械、これも邦夫さんが作りました。かつては手で削っていましたが、より正確に仕上げるためにこの機械を自作したのです。はい、綺麗ですよ。あのお客さんがね、もう少しこっち側に削ってくれだとか、もう少し浅くとか、これはもうこの機械のアジャストで自由にできますから。オーダーに自分の感性を加えてアレンジし、卓越した技術によって仕上げられたギターは演奏者にピタリと吸い付くようにフィットします。 You know, one of Cooney's guitars, it's like, This is my guitar. This fits my hand because, you know, my hand is kind of long and skinny a little bit, you know. So when we measured it, it fits my hand. And it feels like putting on a tailored suit. Like you get a suit and it's tailored. That's how it feels. It's just for you. やっぱりこのネックのアライメント、角度、ブリッジの位置、ネックの位置、0. 何ミリ狂っても弾くのに快適なプレイができないんです。木材と電子機器で作られるエレキギター、パーツの取り付けには精密機械と同様の精度が求められるといいます。配点66、配点67、邦夫さんは100分の1ミリの狂いも許しません。8.66、まあ仕事上においてというか、人間としてその仕事の中においてはもう僕は天才だと思ってます。いわゆる職人さんとしてのこの確実さとかそういう部分とはちょっと違うんですけど、そのもっと自由奔放だし、思い立った時にそれを成し得てみようという努力です。自分だけで、自分の力で成し得てみようという。工房の隣の倉庫に邦夫さんが大切にしているものがありました。アメリカ・ロサンゼルスでオーダーメイドのエレキギター職人として活躍する邦夫さん。工房の隣の倉庫で邦夫さんが大切に保管しているものがあります。それはまだ学生だった邦夫さんが独学で作り上げた一本のギター。これは私が、19歳から20歳にかけて作ったギターです。1967年、5月に完成しました。既製品はですね、このチューニングキーとこのノブですね、ピックアップの中身は自分の手巻きです。
フェンダーやなんか あのピックアップ中どうなってるかっていうのをその壊すわけにいかないんで、これ近所の歯医者さん行ってレントゲン取って中身がどうなってるかすごいな。お出ます。レントゲンまで使ってギターの構造を研究した邦夫さん。ボディは木材から削り出し、金属パーツは町工場を借りて加工しました。そうして完成した手作りのギターは素人の域をはるかに超えていました。どう見ても売り物ですからね。これはね、私だけじゃなくてあのレコーディングにも随分使われたんですよ。一応プロがそれだけの、プロの要求に応えられるギターだったですね。僕たちの時代には物が豊富じゃなくて買おうと思っても買えないですから、じゃあ作っちゃおうということだったんですけどね。昭和30年頃、まだ物がなかった少年時代、欲しいものは全て自分の手で作りました。職人菅井邦夫の始まりです。マーシャルやなんかみんな写真で見るけども実際には入ってきませんから、やはり大型のアンプがね、要求されたんです。19歳から22歳ぐらいまでの間に48台作りました。48台。全くの素人ながら手作りしたアンプの性能はプロ顔負け。口コミで評判が広まり注文が殺到。中にはこんな人たちもステージで使っていました。ワイルドワンズは使ってたっすね。そうです。すごい。さらにはこんなものまで作ってしまいました。なんとエレキバイオリン。初めて聞く音色が話題になり、映画などの効果音として使われたといいます。そして40年前、大阪万博が開催されたこの年、本場でギターを作りたいという思いを胸に邦夫さんはアメリカに渡ったのです。そして現地で世界的なギターメーカーフェンダー社に就職。しかしそこには邦夫さんが求めるギター作りはなかったのです。なるほど。大きいメーカーではできないね。その僕たちがそのハンドメイド的に作ってるということはとにかく素晴らしいことだと思ってます。フェンダーではできないことをこの自分のショップでやろうと思ってスタートしたのがきっかけですから。自分らしいギター作りを目指し、気がつけばもう40年。ロスの郊外にある邦夫さんの自宅を案内してもらいました。奥さんと子供2人、はい、家族4人で暮らしています。そうです。家ではどんな方なんですか？いや、家ではまあもう普通のお父さんで何でもできるお父さん、はい、奥さんの旦那さんは結婚した時からもうすごい有名な方だった。あんまりほとんど知らなかったですギター作ってるのは知ってましたけども後のことは全然知らなかったですね。どういうきっかけで結婚しちゃったんですか？いや、あの友達 の, あの、うん、悪友のね、紹介でなんかあんまり深く考える時間がなかったんですよね、うん、ちょっと日本に来て会って、うん、そして結婚したので多分3回くらいしか会ってないもうちょっとあったかしら。ありましたよ。じゃあ5回くらいアメリカへ渡った1970年、海外に出ることがまだ珍しかった時代、ご両親はどんな思いで邦夫さんを送り出したのでしょうか？これうちの親父ですね。海軍ですね。まあ船乗りだったんで外国を見てくるっていうのはその見聞が広まるんでね、まあ追いに行ってらっしゃい。うちのおふくろさんもあのハリウッド映画が大好きだったんでアメリカに行くことに関しては全然抵抗なかったです。親父がこれ自動車が好きなんでね、小学校1年か2年の時に買った今でいう日産ですよ。だからこの頃親父が直してたのを見てやっぱりこう原点だったんでしょうね。自分の器用さっていうのはその親父が教えてくれましたから。アメリカで成功できたのは父から受け継いだもののおかげ。そしてアメリカで40年以上も自由に頑張れたのは、まあ、ですから、まあ、アメリカに来ていろいろ一生懸命できたのもあの妹のおかげも随分あると思います。
どうも、春子ありがとう、いろいろ、ありがとうございます。日本のことね、いろいろやってくれてたんでありがとうございます。そういうメッセージも、ね、ありがとうございました。最後ありましたけど、いや、やっぱり仕事の部分は、いや、知らなかったですね。確かに部屋の中にいっぱいアンプが あったなっていうのはね、はい、今思うと、あの時のアンプだって思いましたけど、40台も作ってたとかね、はい、そういうのは知らなかったです、ね、ワイルドワンズが使ってたんですよ、すごい、ね、でも私なんか本当門外漢だから、その価値があんまりよく分かんなくてね、はあっていうぐらいなんだけども、やっぱり最高の音を求めてたどり着いたのがここっていうことは、 それはやっぱり本物の腕っていうものがないとここに依頼来ないですもんね、でやっぱり企業の中ではね、なかなかそういう兄の力が、さっき言ったハンドメイドのね、良さって、はい、やっぱり自分が思ってるものと違うなってことで、それでもうアメリカの方に行ったんでしょうね。でも実際そのものづくりの原点はお父様から教わったというふうに久野さんもおっしゃってましたけど、戦後、はい、まあ、その生活していくためにね、はい、父の代からその日本そば屋を、ね、日本そば屋さんですね、そうそうそう、写真で、ね、出てましたけど、そうなんですよ、はい、始めたんですね、はい、だけど父としては本当はその思いはもっとその、まあ、手先も器用だし、はい、他の仕事もね、機械も機械尻好きでしたから、はい、そういう思いもあったんじゃないかと思うんですけどね、だけどもそば屋やりながら、自動車なんかもいてで、工具いじってると、その兄はもう好きだからドライバーをね、はい、持たせたらずっとこうそれで遊んでるような、はい、だったりして、お父さんが何でもこう直したりとか作ったりっていうものがかっこよかったんでしょうね、男の子として、でもまたご自身がその姿に今度なって、娘さんおっしゃってましたね、ロスの何でもできるお父さんって、ね、そう、ああいうのはね、僕らやっぱ一父親として最高やと思いますけどね、その国夫さんにですね、お届け物、はい、はい、もう一度ロスに、この日は完成したギターを届けに行きます。うわ、やってきたのは飛行場、ホワイトマン空港、あ、これ自家用、え、すごいですねこれ、自家用飛行機じゃないですか、これ、須貝さんの飛行機ですか、うちの自家用機です、うわ、自家用機、はい、なんとこの自家用機でギターを届けに行くそうです。実は邦夫さんがギターと同じぐらい好きなのが飛行機、簡単に自家用飛行機が持てるというのもアメリカに来たかった理由の一つだったといいます。やっぱり自分の人生ね、良かったと思ってます。エレキギターに自家用飛行機、少年の頃抱いたアメリカへの憧れが邦夫さんの原動力になっているのです。車なら2時間かかるところをたった15分で到着。なるほど、それです。 OK, I brought your guitar for you todayDelivery. I almost brought one. そのから来たんかい。Okay, that's a new one. かっこいいな、このギター。マハガニ、コーテッドトップ、and マハガニネック。It's beautiful. 邦夫さんにとってアメリカとは、自分の国はどこですかって言われた時にはやはり日本だと思うんですよ。ですけども、アメリカでいろいろできたことに対してやっぱり感謝してるのと、やはりアメリカのこの広さ、それから人間の良さ、それからやっぱりこういうとこに来て、そのまあ気持ちが広くなりますよね。で、まあ、そういうことはとにかく忘れないようにずっとキープしたいなと思ってます。邦夫さんの人生にさまざまなものをもたらしてくれたアメリカ、思えば40年前父から受け継いだ器用さと探求心を武器に日本を飛び出し、腕一本で自分の人生を切り開き、今では世界に認められるギター職人になりました。
これからも情熱の赴くままにこの地でギターを作り続けていきたい。そんな邦夫さんに妹さんからの届け物です。あれ、これは何かしら。いや、開けてびっくりみたいですね。ロサンゼルスでエレキギター職人として数多くのロックスターの称賛を受けてきた邦夫さん。日本を離れて40年、アメリカに骨を埋めるであろう兄へ妹からの届け物です。あれ、これは何かしら。いや、開けてびっくりみたいですね。なんか形からはお弁当箱みたい。いやー、これ妹大事に取っといたんですね。うちの親父のお弁当箱ですね。海軍時代の。届けられたのはお父さんと共に第二次世界大戦を生き抜いた海軍支給の弁当箱。あ、すごいですねこれ。父の思いを受け継いだ兄に、父が大切にしていたものをずっと持っていてほしい、そんな妹の思いが込められていました。だってね、アメリカとやってたんですもんね、戦争ね。そうですね、うん、まあ、私がアメリカに来て、あのいろいろできたのも、まあ、お父さんのおかげも随分ありますんで、あのそういう意味ではあの感謝しております。あのこれからも今度私が、あのそれから私の家族が、あのこれ大事に保管いたします。じゃあ本当にありがとうございます。お父様が使われてた弁当箱。そうですね、だから、うん、ね、まあ、父はあんまり戦争のことはね、はい、多く語りませんでしたけども、うん、やっぱり我が子には自分たちの好きな道で、うん、自由にやらせたいっていうね、あの思いがあったんだと思いますね、うん、いや、いろいろ本当に刺激になりまして。あ、ね、私も、はい、お兄ちゃんこんな生活してたんだって行ってみたいっていう気持ちにはあ、なりましたね、はい。次回のお届け先はベトナム。ここに22歳にしてたった一人で美容室を経営する日本人女性がいます。まだまだ若く遊び盛りの彼女には両親への秘密がいっぱい。そんな娘を心配する両親からの届け物とは。グッド地球便は心をつなぐエネルギー、関西電力の提供でお届けしました。